さて今日はね、こちらのカメラですね。私、シグマ FP というカメラを最近買いましてね。で、まだ写真は全然撮れてないんですけど、今日はね、この、まあ、触ってみた感想というか、まあ今まで私2個のカメラずっと使ってきてましたから、まあ、そのあたりの比較みたいな話ですね。今感じてることを率直な意見っていうのを話をしてみようかなというのと、あとはね、まあなんでこの FP にさんがですね。 フルサイズミラーレスがたくさんある中、他もね、ラインナップとしては上がってて、自分はこれがいいかあれがいいかなと思ったカメラもあったんですけど、まあ、そのカメラを置いてなんで f p たんかっていう話もね、してみようかなと思います。ちょっとね、雑談形式で長くなると思いますけど、よろしくお願いします。で、まずね、ちょっとあの、買ってから買えたのはこのグリップですね。これスモールリグっていうメーカーのグリップなんですけど、色はね、私塗りましてね、もともとあの、薄い茶色い色しかなかったんで、木目の色しかなかったんで、 で、私、この、色をね、塗りまして、こうとしましてね、やってみたら、結構ね、うまいこと言って、なかなかいい感じですよね。暗い感じでしたら落ち着いていいかなと思ってね、やってみました。で、やっぱりね、グリップあった方が掴めですね、もちろんそうなんですけど、まあ、純正でもいいかなと思ったんですけど、私、ちょっとウッドグリップにしたかったんでね、してみたんですよね。で、ちっちゃい、こうね、今つけてます、こういう 40mm のちっちゃいレンズを使うときは、そこまで気にならんかったんですけど、やっぱり重たいレンズをつけるときには、やっぱこう、滑って落ちそうなんですよね。なんか引っかかりが欲しかったんで、 まあせっかくだからかっこいいね、クリップにしようと思って、ウッドクリップにして自分で色を塗ってね、ちょっとカスタムしてみましたけど、こんな感じですね。で、ファインダーは今ね、私まだ買ってなくて、まあおいおいどうするかちょっと考えてるところですけど、意外と値段が高くてね、6万円ぐらいするんで、1万円とかやったらもしかしたらもう買ってるかもしれませんけど、まあ6万ぐらいするんで、さすがにすぐ買えないので、ちょっとそれは置いときましてね、とりあえずこの背面をね、見ながらやっていこうなと思ってるところですね。 で、えー、っとね、ファインダーね、なくて、背面で見ながら頑張ってるんですけど、もちろんこのね、暗いところやったら、全然撮れるし、部屋の中は全然いいんですけど、やっぱりね、皆さんも感じると思うんですよ。お日さの外に出て行って、明るいところで反射しながら撮ると、後,後ろのね、背面液晶が反射してますから、でその中撮ろうとすると、やっぱりこう見に行くんですよね。だからピーキングをこう最近はね、入れて、なんとか目を凝らして見るようにしてるので、 あの、使いやすいかって言われたら、ね、やっぱり使いにくいですね。ファインダーあった方がいいなと思ってますけど、まあこれも慣れやからと思いながらね、一生懸命頑張ってね、今撮ってるとこですね。ちょ、そんな感じで今使ってます。で、まあ肝心のこの写真ですよね。撮った見た、撮ってみた感じその見た目とかそんなんじゃなくて、撮ってみた写真の話をちょっとね、してみるとですね、私今まで2個のカメラずっと使ってきてまして、で、その中でもね、その時代によったりセンサーによって色の傾きとかやっぱあるんですよね。 で、そのホ,ホワイトバランスを、特にホワイトバランスを、私がオートにまあほぼほぼ使ってきてね。で、そのプロの人とかみたいに、そのシチュエーションになってホワイトバランスを書いたりとかあんまりしてないですよね。まあ大体オートホワイトバランスで取ってきたんやけど、そのオートホワイトバランスのね、こけ方がね、なんかちょっと違うんですよね。やっぱりね、これはメーカーなんて違うと思うんですけど、その今回思ったのはそのホワイトバランスのオートホワイトバランスのこけ方っていうのと、 露出の撮り方が全然違うので、ここはちょっとびっくりしましたね。でね、露出の撮り方というよりは、明るさがなんか全然ちゃうんですよ。で、今回ちょっとね、私、ニコン DF と、えー、このシグマの FP で、レンズは同じレンズ、ニコンのレンズを使って、同じシャッタースピード、同じ ISO 感度、同じ設定で、一応、ポートレートっていうモード。ニコン DF でもポートレート、こっちでもポートレートの設定にしてみて、で、撮ってみたんですよね。 一番この FP で気になったのはそのポートレートモードなんですけど、あの、総じて FP の写真っていうのはアンダーに撮れるんですよね。ものすごいアンダー。1段から2段ぐらいアンダーに撮れるのかなっていう印象なんですよね。で、それでなんか不思議だったからと思って、そのポートレートモードでね、比較しようと思って、一応両方撮ってみました。で、撮ってみて見てみると、もう一目瞭然なんですけど、ニコンもね、一応そのポートレートモードにして、えっ、ー、と、アクティブ D ライティングっていうのを一応標準にかけてます。 で、FP の方もなんかその暗部を持ち上げてるような様子があったので、まあ同じようなシチュエーションにしようかなと思って、一応アクティブデーライティングを標準にした状態で撮ってみたんですね。で、まあ撮ってみたら私は、まあ今まで見てきた写真通りですあこういう感じだよなと思ったんやけど、FP 撮ってみると、えらい暗いんですよ。で、私の顔がね、えっ、ー、と、なんか、ドス黒い感じでね、血が止まってるみたいなドス黒い感じになったんですよ。それが、ええー、と思って、なんでこんな感じになるんやろうなと思って、 で、実家に帰った時になんかね、母撮ったり、自分のネガさん撮ったりした時にも、その暗部を持ち上げるために、ちょっとなんかね、あの、現像ミスった、ちょっと言い方変ですけど、現像ミスった時の暗部の持ち上げ方みたいな雰囲気になってることがあって、あれポートレートってこういうことじゃないよなと思いながら不思議に思ったんですよね。で、実際今回私、家帰ってきて自分でね、撮ってみたら余計に思ったんですけど、その暗部の持ち上げ方がちょっと変やし、 変っていうかちょっと特徴的なかな、うん、特徴的やし、やたら暗いんですよね。で、それはね、ちょっとあの、ベッドの横の辺のとか見てもらうと分かると思うんですけど、私の顔は暗いんやけど、ちゃんとベッドのね、あの、明かりとかを見てもらうと、同じぐらいなんですよね。布団の辺も同じ感じやけど、私の顔の辺だけやっぱ暗くなってるんですね。要は暗く映るところの持ち上げ方がおかしい、おかしいというかちょっと特徴的なのか、 持ち上げにくくなってるのがよくわからへんくて、一瞬なんか破綻してるんかなって思うぐらいのお写真に見えたから、これはちょっとおかしいなと思って、えー、ローも撮ってたらロー限度してみたんですよね。で、も、あの、目指すところはわからんかったから、とりあえずニコン DF に近づけてみようと思って、ちょっとンドしてみたら、普通に上がってくれましてね、全然破綻してないんですよ。って考えると、まあ、これはあれやろね、好み、好き好みとテイストやから、それを持って自分で調整したらいいんやろうけど、 なんかね、私ずっとこう、オート機能というか、カメラに任して、パッと撮ったらうまく、なん、なんとなくこう、それっぽく撮ってくれるというか、上手に手放し喜べる写真を撮ってくれるっていう、やっぱりずっとやってきたんでしょうね。でこ今回らその FP 使ってみると、この FP を使ってみると、思ったのは、あの、自分で目指す場所を決めて、そこに自分のテイストを当てはめて、自分のテイストのために、こう、設定を追い込んでいくっていう作業をせなあかんねん、ね。<laughs> かってきましたね。 で、それがまだ私ね、煮詰めてない状態で。で、さっきのね、その、ちょっと話飛びますけど、シグマ FP が発売されてから2円だってから、バージョン3.0ってね、ファームアップが出てから、カスタム枠もめっちゃ増えたんですよね。8個か9個ができたんかなで、それが、このモードですね。モード。このモードボタンっていうのは、さっき言ったポートレードとかそういうの、ね、選ぶとこなんですけど、ここにカスタムモードがね、8個か9個くらい増えたんですよ。そこにたくさん掘り込めることができたっていうカスタムができたってことは、 やっぱり私が今思ってる通りですね。その、シチュエーションによって全部こうカスタム決めていくっていうカメラなんやろうなと思ってね。それがすごくよくわかりましたね。私も今回ね、こんなことあんまりしたことなかったんやけど、スナップ用とかね、ポートレート用、モノクロ用と、えっ、ー、と、普段用とかってね。なんかそういう風に分けて、5つも6つもカスタム作って、それで使っていくべきなよな。で、その中で今ちょっと追い込んでいってるところで、 追い込んでいってはその体操のことなんですけど、んで、ポートレートモードのやつをね、ちょっとね、自分なりに頑張って作ってみました、シーンをね、お出しするとこんな感じですね。っていう感じ、ちょっとな DF と並べてみますとこんな感じ。DF は何も触らずにオートにして、アクティブディライティングだけかけてるんですね。で、一応寄せ方としたら私、ポートレートの自分の味っていうのはわからへんから、DF に一応寄せてみたらこんな感じになりましたね。 これでもまだちょっと赤っぽい顔をしてるし、ちょっとマシになったんやけど、要はそのホワイトバランスの軸を全部触ったんですね。え、ふつ普通やったらこの何ん,ていうんすかね、こう色がバーってある中でこの真ん中にしませんか十字の真ん中にし,たしてるところを、今回そのちょっと黄色に振ったんですよね。あんまりにも赤っぽかって、ドス黒かったから、そのあたりを、えっと黄色に振って、で露出も変えたんかな。露出は多分変えてないと思うんですけど、 さっき言ったみたいな、そのね、掃除ってね、この FB 撮トと掃除してアンダーに取れてしまうから、今まで通りの雰囲気で写真を撮りたいときは、ちょっとね、露出をね、補正せなあかんなと思ったので、で、初めの話に戻るんですけど、私、ここのダイヤルに言うたから、えっ、ー、と、今回、全部の設定において、ここに、ね、露出補正を置いたんですね。で、ここで瞬時に、こう、背面で見ながら瞬時に、えっ、ー、と、明るさ、暗さを変えるようにしようと思ったんですよ。 で、肝は露出やなと思うんですね、このカメラの肝は。っていう風に私は感じたので、露出補正をね、このダイヤルにいたので、こうパッと自分が狙った被写体に対して、すごいね、白を捉えてしまっていく、えらい暗くなる時あるから、その時はもうパパってあげれるように、ここにね、一応ダイヤルに露出補正を入れたんですね。で、そんな感じでね、自分だけのコカッサムを作っていくっていうところの楽しさがあって、あの、こんだけのも作りましたから使ってねって言って、 で、使ってみて、あ上手になりました、ありがとうございますっていうカメラじゃなくて、ベースは作ったよと。いろいろ触れるようにはしたから、あとはよろしくね、自分の好きなように使ってねっていう、なんかそういうカメラなんやろうなと思って。このカメラが初めての人が、いきなり使ってボートレードモードバタ使った時に、あれって思うかもしれないから、からそういうカメラなんやろうなと思って。まあそれが分かってて使おうと面白いし、で、なんか自分なりにこうカスタムしていけるっていうのが、このカメラの特徴なんやろうなと思ってね。 そこがすごいね、ビシビシ伝わってきたから、めちゃめちゃ楽しくなってきましたね。まあ、私はね、写真の代名詞にしてます。森の中、暗い森の中っていうのはね、まあ、撮ってませんので、まあ、そのあたりがね、ちょっと楽しみなんですね。もともと暗いのがね、得意なカメラなんで、そういうね、暗いこうしっとりとしたところを撮るのが多分得意だと思うんで、そういうところをこれからね、撮っていこうかなと思って楽しみにしてるところですね。じゃあね、この FP を買うときに他にね、候補として上がったカメラは何なのっていう話をね、しようかなと思うんですけど、 私がね、他の動画でもずっと言ってましたけど、ニコンの Z5 をね、買う予定でずっと来てましてね。で、まあそれで買ったら間違いないし、もう Z50 とテイストが似てるから、もうイメージが大体ついたんですよね。あ、こんな風に撮れるんやろな。こんなとこに行ったらこんな感じだよな。あとはレンズの性能を見せてくれるんやろなっていうね、その機材オタク系な感じですけど、っていうとこあったんやけど、私の中でちょっとね、そこが Z50 を使ってたために見えてたから、遊びしろがちょっと少なかったなっていう風に思ったんですよね。 で、そこに、ちょっとその、センサーイズが大きくなっただけで、お金を出す必要があるんかなっていうところにちょっと感じ始めて、やっぱり Z を使うとき、Z のフルサイズ使うときに使うんやったら、Z のレンズを使わなあかんですね。っていうのはあの、軸としてやっぱりそこにあるから、なんかやっぱりそっちよな、Z のレンズ使うようになってしまうよなってなったんですね。で、機材オタク的にはそっちじゃないような気がしてきて、で、考え出すとちょっと外れていったんですね。で、そのつい考えたのがちょっと意外かもしれませんけど、 え、アルファ 7S シリーズですね。で、私ね、アルファ 7II を使った時に、あの、すごい、あの、ギラギラしたデジカンっていう写真を感じたことがあったから、その時野鳥を撮ってたり、モノクロガリガリ系やったんですね。そこにはすごいピッチリハマってたから、すごいかっこいい写真やし、野鳥なんかね、輪郭バシーと出てギラギラした方がかっこいいですから、まあそんな風に思ってたんですけど、 ちょっとしんどいなと思ってて、ほんで、その風景とか撮る、そのしっとりした感じっていうのには向いてないんかなみたいなところを勝手に思ったんですよね。その 7S3 の発売の時に写真見た時に、その結構あっさりしたテイストの写真でギラギラ感がなかったんですよね。で、ともすればなんかライカっぽい雰囲気もあるなみたいな感じがあって、すごいいいやんと思ってぼーっと見てたんですよね。で、それから S シリーズっていうの機気に初始めて、で、S2 と S ってどうなんやろうと思ったんやけど、 S, S ってあまりにもちょっと古すぎるからカメラだしね。それはちょっとまずいかなと思って。で、古いにも関わらず10万まだ超えてるんですね。中古レンダーね。で、S2 も20万近かったと思うんですけど、結構値段がするので、ちょっと手届かんなと思ってやめようと思ったんですよ。で、その次に考えたのが、えー、パナソニックの S5 ですね。これはちょっとまあ、ちょっと前にずっと欲しかったカメラやったんですけど、あれは単純にね、あの、形がかっこいいっていうのと、あとはさっきのね、テイストと一緒で、 ちょっと色味的にあっさりしてて、しっとりしてる絵が、えっ、ー、と、出てたっていうのがあったんで、で、それもいいなと思ってたんですね。写りもいいな好きやなと思って。で、かっこいいし、いいなと思ってたんやけど、あれも、ま、個体数が少ないからわかりませんけど、20万ぐらいからまだ下がってないですよね、中古でも。っていう多分状態だと思うんで、ちょっと手が出んなと思って。ほんで、やめて。で、そうこうしてるときに FP の名前がね、ちらほらあ、あ、私の中では上がってきたんですよね、FP か、FP かと思って。 ほんで、そこで、えっ、ー、と、まあ、問題にしてたのは、え、めんどくさそうなカメラやから、それはすごい良かったんやけど、やっぱりファインダーとシャッターフィーリングですね。で、それ、ね、言うてるときに、その FPL が出て、ファインダーの EVF11 が出たから、ファインダーがまたすごいいいやんって話になってね、アングルファインダーになって、わ、来たな、これと、これは来たんちゃうかと思ってたんやけど、あとはシャッターやなと思って。で、そこは今回ね、私は、あの、シャッターはちょっと辛抱しようと思って。 で、もちろん、そのカメラで、この同じようなカメラで、シャッター積んでるカメラがあれば、もちろんそうしたんでしょうけど、で、今の時点でないですし、このシャッターにこだわってるっていうのは実際どうなんかっていう自分のチャレンジでもあったからやってみようと思ってね。それで、あばよくはそのファインダーは手に入れることができるから、一遍とりあえずやってみようと思って。で、その面倒くさくて、自分がいろいろこう考えて、趣味性の高いカメラとして掴むには、私は多分 Z とかよりもこっちなんよなと思って、いろいろ考えた結にね、これにしました。 一応そんな感じですね。いろいろ考えては見たんやけど、私やっぱりその写真も撮るんやけど、機材オタクっていうのが半分ぐらい占めてますので、まあその一角を担う多分カメラになるんやろうなっていうのがね、分かってきて、ほんで気にならせて調べていくと、やっぱり山木社長のあのー、マニアックなトークとかですね、その思いとかですね、そんなの聞いてると、もうますます使いたくなってきて、一気にこう吸い付いていきましたね。っていう感じでした。で選んでみました。 まだまだね、このカメラ内の写真を撮るに対してのカスタムをね、まだ煮詰めていかなくはんところたくさんありますので、まあ、いろんなシチュエーションで撮りながらカスタムをね、していこうかなと思ってます。で、このカメラ、えっ、ー、と、FP は付いてたかちょっとわかりませんけど、FPL に付いてた機能で、QR コードでこのね、さっきの言ったカスタムとかの設定を、なんか共有したりできるのかな保存したり共有したりできるっていうね、システムあるみたいで、で、まあ実際はこう SNS とかでもね、その QR コードを発信してる人がいるみたいなんで、 ま、そんな FPL だけだったかな。FP も使えたと思うんですけど、まあ、そんなんもね、使え、使えるようなそういうなんか新しいシステムもあるみたいで、なんかすごいですよね。だからその好きな人の写真家の人が FP 使ってて、その人が出してる QR コードを使ってみたら同じような提出取れるってことですよね。だからすごい楽しみなんで、多分 FP も使えると思うんですけど、まあ、そのあたりもちょっと確認したいなと思ってるところですけどね。まあ、そんな感じでカスタムをしていきながらですね、え、煮詰めていきながら、自分の写真を撮っていこうかなっていうところにね、目的を感じてますので、 ま、機材遊びも含めてですね、楽しんでいこうかなと思ってます。そんな感じでね、今日はこの辺で終わりたいなと思います。ありがとうございました。